トゥランドブレムの時間ですよ、ジョ。はい、ありがとうございます。ということで、本日も、はい、大本ひろあきさんに出演いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回初という方もいらっしゃると思いますので、まあ、簡単にちょっと紹介していただきますと、はい、まあ、大本ひろあきさんは古代日本には、ね、宮廷神道というものが存在し、うん、それは八家と山影の2つ存在すると、はい、でそのうちの山影というね、はい、宮廷神道の、まあ、80代目伝承者というとてつもない存在なわけでございますよ。伝承者、まあ歴史には、まあ、ね、みんなに伝わってる表の歴史と裏の歴史があり、その裏の歴史の一部をちょっとお聞きしたんですけれども、もうめちゃくちゃ驚きの、ちょっとね、パッて見られた方からするともうまずうわーってなるような、そんなにっていう、まあ、そもそも日本っていう、まあ、がもうミクロな、はい、範囲でもう世界って規模で見ないといけないですし、うん、いろんな垣根がぶっ壊れていくような、そうだね、で僕たちがもともと喋ってた、うん、まあ、日本というところからいろんな民族が旅立ち、はい、またぐにゅっとこう交わって戻ってきてるみたいなところも山陰の口伝に伝わっていると。宮廷神道ですからね、その口伝ですからね。でそれをこの今の時代に表に出していかないといけない場合、舞台は表さんという名字に、はい、生まれている不思議なことです。でも藤原の道長の時代からずっと系図もある、うん、表さんが今この山陰の伝承者になり表に出す時代に来ているし、はい、それが本当に世界とかもう地球規模のに必要なことだと。そうです。僕らがもうテポラハウ長老とかね、うん、まあ、正元さんのお話とかね、文殊村の、うん、いろいろお話聞いてきましたけど、またこれもピターンってくっつく話なんですよね、時代のタイミング的にね。で宗教というのは元の教えると書いて、はい、そういうこと、そういうこと。でその元は、まあ、日本にあると、教えは、そういうこと。それがいろいろこう世界にね、こうなってちょっと仏教になったりとか、そうそうそう、いろんな形になっていったんだよと、ね、イメージ変わっちゃってるけどね。それは宗派って言うんです。あ、なるほど。もう僕らからすると一宗教がもう大きく見ると宗派だ。宗派、いろんな教えになっていたのが宗派なんです。あ、それは元に戻さなあかんでしょ。それが元の元を教えるという宗教の本当の意義なんです。な、神様の前に元を正すとか、そうそうそう、いますもんね、そういう神様。元を正すっていう、元に戻すという、まあ大元教とか今話題になってる出口三四郎聖師のことも大元でしょ。世の大元を知ろしめせっていうことでしょ。初国知ろしめせということです。なるほど、なるほど。そうそう、まあいろいろその言いたいことそれぞれみんなあるから、仏教とかなんとか言っても、仏教言っても容器派があるし、うんうん、そうするとその中で言いたいことあるじゃないですか、うんうん、まあ、それは言うたらいいんですよ、うん、そやねんけども、まあ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 、まあ、とりあえずちょっともう大元に戻さないと、うん、元があって、そしてこうなっていったんだよと。あなた方砂漠の民はそれで生きやすいような一神教にしたでしょうと、うんうんうん、それはそれでいいじゃないですかと。したけども本当はもっともっといろんな方で神様は姿形を変えてその人たちに合わせてくれてるんやから、だから宗派というものが許されてるわけでね。今この時代にそのやっぱ元を思い出すというか、そうそう、それが日本の役目やから、日の元やから、日の元ですね。そうそうそう、太陽が最初にこう、それはもう物理的にそうやねんからね。テポロハウさんもね、僕もお会いしてますし、はい、よく知ってるんですけど、言ってましたよ、銀龍の国やから金龍の日本が頑張ってくれないといけないと、兄貴の国がというのはやっぱ古いんです。役割は元の元を白示すということが、もうスサノオの時代から今も変わってないんです。スサノオ月読みとかその世界に出て、もういろんなもうスサノオの氏族が、そうそうそう、まあ、月読みはだから夜のお月やからね、はい、僕がよく言うのは夜って死んでるでしょって、はい、いや死ぬって分かれへんわって言うけど、毎日寝てるでしょ、はい、あのまま目開けんかったら死んでるわけでしょ。確かに。またバッと目覚めるから、これああ生きてるっていう分かるわけでしょ、はい、日々は新たなんで昨日と同じじゃないです、うん、もう1秒たりとも同じことはないんです。だからその夜のお国っていうのはまさに精神であり哲学であり、そういう読みの国であり、そういうところをやれって言われたのが月読みの仕事でしょ。で月始国っていうところ、まあ今のインドですよね。で月始族っていうのができる、全くそのままじゃないですか名前が。確かに、ね、そして大海原を白示せって言われた、躍動的に現実界のこの文明文化を白示せっていけって言ったのがスサノオやったんですね。で、まあ、それらの子孫、まあ出雲族とかでいうところの要するに虐げられた側ね、まあ縄文系もそうね、はい、それは戦わない人やから、今戦いたい人がようけいたんです、はい、今までの世紀は戦いたい人がもうバーッと上に上がってきたんですけど、うん、もう戦いたないとみんな言い出してきてますよね、はい、でそれがスサノオの民たちがどんどん今生まれてきてるわけです、うん、縄文系の人たちが。なるほど。それは生まれてきてるというのはもう魂的に、だから要するに何ぼ弾圧してもまた死んでもこれ生まれ変わってくるわけですから、はい、だから次どんどん縄文系の人が生まれてきたら勝手に平和になるじゃないですか。確かに。で今時期がそういう時期や、時代が変わったんですよ、もうシンプルに、もう変わってんねんけどみんな寝てるんですよ。あ、だから起こさないといけないんですよ。これ
テポラハウチョウロも同じことを同じね、目覚め起こすっていうことは具体的にどういう状態を指すんですか、うん、要するにそう、まずは知ってもらうこと。なるほど、ね、でそれを広める、白示すって言ったでしょ、うんうん、だからまず知ってもらうことは重要だけど、知ってるわいうのとできるのは違うんですよ。我々神楽とかも教えたりしてるけど、はい、じゃあやってみてできへんかったらできへんのですよ。なるほど。 Google 先生で何でも知れるから今、だから我々が今回も言ってることも、まあ、僕たちが言ってまたゴシップ撒いてもいかんから、うん、まあ、こんなようなことありますよ、で調べてくださいねということです、うんうん、調べれるから自分で何だか調べへん人も多いけど、うんうん、一回 Google で僕たちの言うてるキーワード、それ深掘りして調べてたらいっぱい出るから、もう今はもう電子頭脳がもう優れてるから、だから何ぼでも勉強できるし知ることはできる。でそれを具現的に使える、まあ、呪術なんかもね今回ちょっとやったと思うんですけど、あれらの効き目とかお茶糖とかね、いろんなねものがあって、やり方っていうのも、まあ、僕 YouTube で言ってるから、はい、それやってみたらどんな結果が出るかいうのは、これやったんと知ってんのは全然違うんです。確かに。もう今実践の時期に入ったんです。なるほど。やらないといけないです。もう山陰に伝わってたこう技術というか、そういうものももう出していく。そうそうそう、もう全然惜しみなく出してるでしょ、教えたでしょ。確かに。私教えへんかったんですよ。そうなんですよ。もうそんな送電車にしか教えへんとかいうのもあるけど、もうみんな送電車やとか言ってみんなに教えたら、みんなが救世主になったら、な、貼り付けしにくいよ。もうめっちゃ表になっていってますね、本当に。そう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 。だからもうそんなもう、みんなが一斉に、知ってる知ってるって言ったらもうそれでいいんでしょ。知らんかったわとか言うからね。だから僕なんか話もあちこちでしてるけど、って言うなって僕は言うわけね。いやもう知ってる知ってるってみんなだったら、みんな知ってねえから、別にみんな捕まえるかいう話ですよね。急にオセロみたいにみんなが知ってしまった瞬間に時代は変わるんです。おーすごい。あなた方の仕事めっちゃ重要なんです今、もうみんな知ってしまった、もうこれ見てる人みんな知ってしまったらもう当たり前なんです。ほんならもう時代それって変わってるんです。もうその瞬間変わるんです。時代変わる変わる変わる話。でもね、先ほどその、まあ、宗教は元を教えるものだよって。そうそうそう。でも言ってしまえば神道というものの元というのは宗教ってイメージいろいろあるじゃないですか、うん、そうそう、特に日本人的な感覚で言うと、そうそう、信仰宗教と思うでしょ、みんな宗教言うたら。それも全然分かってない、ね、あの宗教でしょそれとか言う人は、あと宗教の説明してよっていうか言うたらいい、ね、もうイメージだけ、ね、絶対できへんから。でも本当にこう歴史を見ていくと、自然信仰なんかももう当たり前にあったし、そうです。まあ自然な形とも言えますよね。そうそうそう、僕らも自然やから。で先ほどこの、まあ、僕もお話聞いてたけど衝撃やったのが、うんうん、その元のその教えっていうのは生活様式だと。そう、なんかこう神をこう崇めてとか言うかは、もう生活の中に入ってるものだよ。そうそうそう、そうそう、日々の生活です。ってことは本来の日本人の宗教っていうのは生活様式だったと。そう、本来のあり方ですよね、それが。そうなんです。身近にいっぱいあるんですね。はい、身近なことから言っていくと、一応鳥居が何であんのか、はい、鳥居が何であるほんほんほん、ね、いやどこ行っても鳥居あるでしょ。確かに、ね、鳥がいるって書くんです。鳥がいるところです、はい、鳥居って書いてるから。確かに。神社行って鳥居なんであるんですか、あんまりよく答えない人も多いと思うんですよ、はいはい、であれはもともとも言ったようにノアの箱舟の時に8割沈むの船を作れって言うたんです。8割沈むんです。そう、だって全洪水になってる地球が。でもね、神様と話したわけ、ノアが、はい、子孫の子孫ですよ。の押し分けの狼は私たちを殺すんですか、私たちを作ったのはあなたでしょ、私たちを全部皆殺しにするんですかって言ったら、お前たちは生き残れって言って、次の時代を作れって言って、8割沈む根を作れって行進時が来るわけですね。それで8割沈んだら2割だけ浮いてるわけですね。だから中タンクみたいになってるわけですね。ここに動物とかいっぱい乗すわけですね。100日降り続く雨はないって言ったわけです。もうこれがもう神様が教えてくれた。100日8割沈んだもんね、うちと待っとけ言うたわけです。揺れへんしね、もう8割沈んでんねんから。ほんならその上の鉄板とか岩盤のとこに一番前に鳥居立ってるんです。あ、あの船に、船から来たね、あれは全部。だから海向いて大体鳥居立ってるでしょ。ああ。鹿島神宮も海でしょ。確かにね。なんでかって言ったら船で、この鳥居っていうのは鳥かってもその飛ぶでしょ、大陸渡ったりするんですけど、はい、要するに洪水やから鳥どっか泊まりたいわけでしょ。泊まるとこ作っとるわけですね。ね、だから昔から生活様式なんですけど、鳥はここで休むんですね。でも鳥は陸地見つけたらオリーブの実とか加えて帰ってくるんですね。聖書には書いてあるじゃん。ほんならその鳥を追っかけていったら陸に行くんですよ。ああ。そう、だからもう全部生活様式なんです。でその鳥居という鳥がいるところっていうのはものすごい重要やから、うん、でそれで鳥居っていうものを神社に置くようになったと。名残なんですね、海洋生活。名残やけども、この間の IPA 通信やったかな、はい、あのフランスの一番古い通信会社の人が言ったけど、昭和ぐらいの時までどうやってそのいろんな情報を交換してたんですか、うん、伝書バトなんです。あ
なんじゃら多いでしょ、これファンタジーみたいなイメージありましたけど、いや伝承箱なんですよ。で今でもまだそれ出会ってるとこある言ってるから、江戸時代からおった言うてんねんから、一番最初に通信者は。はあ、なんかつながってきますね。なんかエジプトの引き金もホルス神を乗せた船に、うんうん、カラスが先導してたりとか、はい、そう通りなんです。だから鳥居がいるんです。なるほど、海洋民族には鳥居がいるんです。生活なんです。あの箱舟の層書かれてるし、そうなんです。で言ってしまえばそれが、うん、ヤタガラスとかにやっぱ繋がってる。そうカラス賢いからね。で、鳩より強いしね。確かに。鳩はまあ伝承鳩中の使えるんでしょうけど、喋るしね、はい、あのカラス幼少の頃からちゃんと育ったら喋るからね。だからもう鬼滅の刃の通りです。うわカラスが年齢してますもんね。今でもあのカラスのちっちゃいのをあの育ててみたら喋ると思うよ。そのぐらいカラスって賢いんですね。ヤタガラスというね伝承になって、だからこう山伏、そう山伏はやっぱカラスと一緒にやってるということが、まあ、今の伝承とかにも残ってるわけですね。だからまあその伝承物なんですよ。で、あの狛犬も伝承物でしょ。あれ、うん、だから犬に見えへんでしょ。あんな犬飼うてたら怖いでしょ。強そう。あれ獅子やから、うん、獅子は日本におらないから。で我々でもイタリアとか行った時に壁画彫刻とかあるとこの門の前のとこにライオン、それはもう完全ライオンですよ、うん、ライオンが玉の上にこう手のして両サイドにおるやん。これ狛犬でしょ、うん、同じですね。で神社どこ行っても狛犬あるでしょ、うんうん、これどこの伝承なのと。確かに、まあ、駒っていうのはコウクリのことやけどね。へ 大帝国やった時があるんですよ、コウクリが、うん、朝鮮半島にあった、そうあの白村江の戦いとかで、そうあのその時のコウクリよりもっと前にはコウクリってもっとでかかったりっていうね。これもあるんですよね。言ったら百済とか新羅とか、そう全部滅んでいってるわけですもんね。そう今のこのイメージとまだ全然変わってくるというか、そうだからあのコウクリの最後の王子を寂光というんです、はい、それは埼玉に祀られてるんです。なんで埼玉なんですか。駒神社というところがあるんです。これ調べてくださいね。だからもう言うたことね、一時説明しませんから、はい、駒神社ってあります、はい、埼玉に。そこは、御祭神は寂光です。なんで日本に祀ってんのって和人やから。和人やった。だから全部日本に墓あるんですよ。くだらの王どこに祀ってるんですかって、あなたのとこの元々の故郷に祀ってるじゃん。ああ大阪のくだらないんですもん今韓国に。セマングムかなんかいうリゾート地になってるけど、でもくだらの王の祀りみたいなのがおったりもするんです。ほな坊さんに来んな、日本に来なあかんのですよ。ないから向こうに。そういう国なんです日本って。元でしょ。確かに。だからもう近世で言うたら愛新覚羅溥儀ね、ラストエンペラーの、うん、新王朝の、はい、ね、あれ山口県の中山神社の中に愛新覚羅溥儀神社っていうのがあるんです。だからそれはラストエンペラーにあの参拝に来たかったらそこに来なあかん。神とも繋がってたんですか。だから姓は源氏なんです。あ、源氏の時代からですか。神和でしょ、で武家は新王朝と全部繋がってる。和人っていうのは親戚になるからね、これ。だから姓和なんですよ、でも政治に姓和書いてあるでしょ。なるほど、リンクしてるでしょ。今まで宗教と言われてるけど、なんたら教会と繋がって、はい、となんでと、和人やから。え、概念がこれ、もう全然今の規模と思ったらあかんのですよ。アジア連合やから。でもなんか結構文化変わっちゃったというか、そのなんかよく言われるその性格というか、うん、そういうのも結構変わっちゃったんですかね。国の概念やからね。国の概念。国の概念で変わってる。まあそれはあの日本からどっか他の国に行ったら法律違うから。うんうん、だからその常識と非常識と変わるわね、これ。まあそうですね。でもそれは各国で決めてることやから、うん、人道というものはまあ大枠一緒なんで、ね、子供は可愛いとかそんなもん一緒なんで、うん、親子の情愛も一緒なんで、だからそう考えるともっと人道に基づいた形で我々どういうふうにすれば争い事がなくなってみんなでこのユートピアというものを作りたいという神様の元々の願いに近づけるか。未だ戦争やってるわけですから、うん、ユートピアは争いのない平和な世界。そうそこを作りたかったと。そうもう作ろうとしてるんです。でアーチマリカムっていうのはあの本当に我々が最後に残してくれた言葉でね、うん、でそれはヘブライ語でアチマリケームっていうんですね、はい、これ旧約聖書でそうやって祈るんです、究極の言葉。それは我々宮廷神道ではアチマリカムなんです、うん、これ語源一緒なんです。で意味はヘブライ語で言うとどうぞよろしくご統治ください、うん、要するに大元神論でいうところの鬼門に追いやった親神を、アメクニトコたちの狼というね、この地球を作った、天を作り地を作ったと言われている神様があまりにも壮大で、あまりにも厳しくて、あまりにもすごいので、もう子供たちの我々でやりますからって言うたわけです。引退してっていうの、それがあの大元神論ですね。ほんならやってみろって言って今引退した、年寄り扱いしたところがこの有様やと。でそこに最後にこの言葉だけ残しておいてあるわなっていうのが僕おそらく始まりかもやなと。そしたらどうぞよろしく、もう私たちはできませんでした、もう愚かでした、神様もう一度お出ましいただけませんかって、まず謝りなさいというのがあのアチマリケ。そういうことなんですよ。
でも世界の神話を見ていってもやっぱり前のその偉大な王様の王位を奪うっていうところからスタートする。どの神話見ても全部そうです。でだんだん薄くなっていくんです。何で言ったらその自分の欲得でやるから、うん、そうじゃなくてこの大自然とこれらの素晴らしい神様からもが作ったね、こんなの人間作られへんわけです。人間が生活は大体砂漠になんねやから、うん、だからこれを大切にしないといけないんですけれども、うん、自分たちの欲得でどんどん潰していって砂漠にしていって、うんうん、そうなってるけど、まあ、スタノーはたまたま日本で木を植えなさいっていうこの文化を作ったでしょ。これ縄文の文化なんです、うん、だから未だに日本は山が肥沃で雨が降って養分が流れて海洋に入っていくその養分が海洋生命体を豊かにするので、世界で一番海洋生命体の種類が多くて豊かなのは日本なんです。うわこれはもう神代からの先祖のおかげで、これアマテラスだけの問題じゃなくて、スサノオが息子のイタケルの御事というように木を植えなさい、薪はこのように使いなさい、杉はこのように使いなさい、全部細やかに指導してますよね。なるほど。それで今日本のこの自然があって、その木が大切であるというので一柱二柱そこに神様が宿る、宿り木っていうでしょ。でそれの、まあ、レプリカというか、それヒモロギっていうんですよ。火のこもる木、漢字は当て字やから、うんうんうんね、でそれがヒモロギとかヌサとかになるわけです。あでそうやって分かってくると、あそこに、その祝詞をあげて神様を降りてもらうんです。なるほど、ね、でまた終わったら上がってもらうんです。寄りかかる、寄りしろっていうんです。それでそれの変形版というのが、まあ、例えば仏教でいうお位牌、あれもひもろぎです。御霊城っていうんです。あれ玉串とかも、玉串はこれはね、神様というこの生命の木があるとしましょうか、はい、キリスト教なんかというね、あれも一柱ですね、はい、そこから分かれて出てきた枝、うん、これが我々青一草って言うんです。要は一本の木から枝分かれしたのが僕たち、そこ、まあそうで、その玉串を転をするわけですね、うん、なんでかって言ったら、そこから分かれた私たちは人間という人と人の間で修行するわけ、あの仕事をするわけです、天命をね、うん、それでやってる間に人間の付き合いが一番難しいんです。がも当たるし、兄弟は仲良くなかったり夫婦喧嘩したりするから、うんうんうん、その中でお互いに思いやること、礼儀を尽くすことっていうことを学ぶ、作法を学ぶわけですね、うん、ところがそれでもやっぱりしんどくなってくるわけですね、うん、それを汚れてくるっていう、気が枯れるってそういう汚れたってことじゃない、汚れたんじゃない、気が枯れとるんです。でどうやったらこの青一草が神様から出てきた枝ですよね、うん、どうやったらこれ良くなんのと、元気になりたいでしょ、うん、元の木でしょ、はいはい、どこにあんのって言うと、それは一柱という神様のひもろぎにあるんですよ。そこにもう一回帰らなあかん。だから玉串を立て祭りまして入れて、そこに行ってチャージするんです。はあ、これで汚れた人たちが元気になるんです。元の木に。元の木、そういうことです。それが神社の、だから神社よりも森やから、本来は自然信仰ですね。そこに行ったらそういう、エネルギーもらえる。だから毎日毎日みんな携帯は充電するでしょ、はいはい、自分は充電せえへんでしょ、はい、それが残ってるしきたりとしてあるのが今の玉串法典なんです、はい、こういうの分かったら簡単なことでしょ、うん、チャージ行くねチャージ行くね、だそういうふうに子供たちにも教えてあげたら、チャージ行くねチャージね、元気になって帰ってきたなと、それでいいんですよ。パワースポットってそういうことなんですか。そうそうそう、だそこにパワーがあるわけでしょ。火のこもる木があって、はい、神様の火がそこにパーンと浮かんだ降りてくる、そこにチャージ、いやいや意識でもうこうチャージっていうふうにして置いて、まだ拝むとそのエネルギーを全部拝む時の意識としてはもうチャージしてる。それそういう作法やから、あれは玉串は魂の駆使って書くんですよ。あれ確かに魂を駆使通すんですよ、神様と。はあ、玉串やから、確かに。だからちゃんと神社で教えてくれたらいいんだけど、なんかしっかり回してとか、うん、そうなんかね、作法しっかり回して、ね、そこに頭やられ取られてるみたいな、何回回したらいいんですか、より何回でもとか言うたら、なんか皿回しみたいになってくるでしょ。要は一番重要なのはエネルギーチャージに行くことです。で元気をもらう、汚れが取れる、はい、でしょ、うん、もう簡単な話。岩倉とかも巨石みたいなものもそういう、うん、それはもうだからエネルギーの塊ですね、岩倉っていうのは、ね、で人間というか生命体はその隕石の中にあるっていうの、糸川とかああいうの取ってきたでしょ最初、はい、でも生命体の塊なんですよ。それがポチョンと海に落ちたらブチュブチュってまたこれからどんどん生命ができていく、うん、宇宙中生命体飛んでるわけでしょ。隕石の衝突でできたって言いますもんね。そうだからその岩倉がどんな岩倉か分かりませんけど、隕石が落ちたみたいなところは磁場が高いでしょ、まあ、生命体の塊やと思ったらいいんです。岩、なるほど、だ岩と開きっていうのは生命を開くという、寝てるだけやから起こしたらいいんです。起こしたら生命だ。
そうそうそう、で我々も一緒なんですよ。頭硬い人っても隕石になりかけていってるわけだから、あ、逆、あ、だんだんカチカチになって、カチカチになって隕石になっても飛んでいくんですよ。だからもう柔らかくしといた方がいい。で今の日本じゃ寝てる状態、まあ寝てるよね、当たり前やと思ってるでしょ、はい、当たり前じゃないから今の常識が、学校で学んだこともコロコロ変わっていくんやし、はい、ね、当たり前じゃないから。で科学も日進月歩全然変わっていくけれども、まあ、量子力学の世界ももっと量子力学で見えない分からないものいっぱいあるんですもっと、うん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 、それは古典神道の世界では結構解かれてるんです、だって祈りとか意識とかいうものは見えないでしょ、はい、しやけども祈らなかったら出てきませんよっていうのをイザナミの狼がイザナギの狼に伝えたわけ。ウリ夢を使わしてあなた方の食べるものをたくさんたわわに作りましょう、その代わりあなた方は祈りなさいと言うた。イザナギとイザナミが揉めてる時にくくり目を使わしたんです、イザナミが、うんうん、耳打ちして、その言葉は一切記されてないですけど、記されたけど僕はそれを聞いたんです。そしたらあなた方の、あの食料食物をたわわにならせましょうって言うたわけよね。ほんで急に怒ってたイザナギが、え、ありがとうみたいな感じで帰るわけよね、うん、はい、何言うたんかいう話を。その時に向こうから投影してるもんや、あなた方の願い、あなた方の思いを祈りなさい、そしたらそれを出してあげましょうという、正しい祈りなさいなんです。そこが重要なんです、祈りの。うん、でしょ、夢が失われる、恐怖に駆られる、なんかそういうものが生み出す力がなくなるっていうのはその祈りがなくなるいうことです。祈りがないこっちから何も夢も希望も何もない、向こうから何を移すんですかいうことなんです。向こうが投影してるんで、こっちは投影物ですから、日々なくなっていってるんですよ、ろうそくみたいに。1秒ずつ寿命減っていく、減っていってるんです、うん、確かに。そんな毎日毎日そんな考えたらしんどいけどね、うんうん、減っていってるんです、うんうん、ね、だんだんと、そ、死ぬというそ卒業なんです。そこに向かってずっともう減っていってるんですよ。なるほど、そうですね、うん、でその中で最も重要なのは、この世に具現化させるためにあなた方が祈りなさいって言ってるんです。この祈りがなくなったらもうこの世の意味がない。あ、そこがみんな分かってないんです。そこがスタート。旧約聖書にまず最初に言葉があるっていう、祈り、祈りなんですね、この願い、イメージ。そうだからノアの箱舟の時もノアが私たちを殺すんですか、あなたが作った私たちをって言ったわけでしょ、うん、女お前たちは生きろって言うだけ、まず祈りなさいね。ね、まあ、量子力学的にも素粒子まで行ったら人のこの意識にこう反応するっていう話もあるし、だから線になるか点になるかはその人が好きか嫌いかは向こうが決めてるのと違うかって僕言うんですよ。 ある人は線やけどある人は点になる、なんでそうなのって言うと、それはあの量子に聞いた方がいい。意識があんねん。量子力学の動画見てほしいんですけれども、祈りの効果も実際科学的にこう解明されていってますもんね。そう、もうだんだんもっと分かってくると思うけど、まだ遠いですよ。色即是空、空即是色って空海が言うたように、あの当時の人の方が分かってると思う、はい、どういう意味なんですか。形あるものはないとこから生まれてくるんやけど、そこには必ず我々の祈りというものが、祈りというものがあるわけです。ね、それがなかったらここには存在しない。色っていうこの現れたものはなくなっていくけども、即空なんですね。でも空は即ここの願い祈りがあったらまた色の世界に現れていく。これが循環してる。でそこはもう見えない世界ですね、見えない世界のことを言ってる、宗教とかみんな言うけれども、まあ、いわゆる超科学ですよね、でこういうのはもう古代からもう分かっていてお経に書かれてたりしてるわけですね。祝詞もそうなんです。祝詞もそうです。だからそもそも科学式でいう最後の払いという柱の狼って言って四神がいて、はい、それはどんどん払っていくんです。もう全部罪はなくなりました、早ささらい姫みたいなね、いうのその神様の名前っていうのが要するに、元素が変わっていく様なんですよ、うん、はあ、そして全てなくなって元の姿になって、また、水蒸気で雨を降らしてこう循環しているという、うん、でまた純粋なものになって雨が降らして、でまた養分と一緒に川流れて海に行って道具を繰り返している、そういうようなことが祝詞には書かれてるわけです。なるほど。いや僕ちょっと今エジプトとかに行っても、はい、ほんま数年前、3年前とかまでもう公開されてなかったピラミッドとかがどんどん公開されてて、入れもしなかったところにいっぱい入れて、で撮影は普通できないけど許可が出たりとか、貴族の末裔の方とかも3年ぐらい前まではもう極秘やったことがもう開示開示って、そうでしょ、僕勉強させてもらってるんですけれども、僕言ったらその開示の時代に来ている。そうですそうです。ってことは要はこの世界が何かしらの変わる時代っていう、次元昇華するわけですね、地球自体が。おはお、だから今までみたいに争ったりなんか策略で罠にかけてとか人殺してとか、なんそれでもこうお金儲けたいみたいな、そういう人たち住みにくくなるんです、次元昇華すると。ほうほうほう。だからそういう人たちは、まあ、だそういうまた戦うそういう星があるんやろうから、そっち隕石がなんかなっていけないそうすごいそういうことだと思うんです。でもこの次元が昇華したら住まれへんでしょ、そこに。
宇宙の位置が変わるってことですか。いやいや、そうじゃなくて、まあ今例えば個人の持ち物ですよと思ってたものを、縄文時代なんか個人の持ち物ないんやから、うんうん、土地もみんなの所有物ね、うん、でそれを権利利権とかでなんかするとか、例えば契約をする、なんで契約するんですか、その心は騙すからでしょ。うん、海外の契約書めちゃくちゃ多いって言いますもんね。日本はちょっとの契約書で済むのが、だからそれは騙すからでしょ。それを積み重ねていくと、そんなめちゃくちゃな書類になるんです。それでもまだ網の目に塗ってきたら、この方法でやっていいやろとかなるから、また増えるんです。だからそもそもだから騙す文化でしょ、それ。だからまあイスラム教でもそうやけど、そもそもその契約書交わさないというのは、もうそれは信頼関係ですよね。で本来は人を騙すなんていうことはありえない、いけないことですよね。普通に考えたら誰だって分かる。日本人は結構真面目からそういうこともちゃんとやって、まあでも西洋文化が入ってきて、騙してなんぼみたいな感じで、オレオレ詐欺みたいなやつね。でそういうのもやっぱり、まあこれ次元的に低いわけですよね。だ次元が上がってくると、そういう人たち住めなくなるんですよ。かっこ悪いでしょ、ね、村的な感覚でもそうやし、僕らもやっぱその自分たちの代が良ければいいかいっていうのがよく分からへん、そうそう感覚がずっとあって、だからだんだんその生まれてきた人たちの中でもそういうふうに次元が変わってきているので、そのそうじゃない人たちは、そんなん騙してなんぼやんかって言うてる人はかっちょ悪いでしょ、そこに自分でおっても、いやなんか自分だけ違和感あるでしょ。ほんならもうどっかの星行ってもらうのしゃあないですよね。しかしだからそういうのがどんどん増えてきてて、今僕が言ってる白示すっていうのは、そういうみんながそういうことを縄文時代からのことを知って、それはそうやよね、当たり前よねって、みんなそうやそうやってなったら、ほなその浮いてくるわけですよ、この、うん、そういう欲得の人が。っていうのは、うん、この要は人間がこうなんていうか、すごい物質的になってしまったから、今のこの変わり目が起こってきたのか、うん、そもそもそういうのってもうこの時代2000年3000年って決まっていたのか。おそらくまあこれを何年でやるかっていうのは、それをやってみろっていうことなんだと、神様からしたら。でもやっぱり悲願としては、このユートピアの国を作るんだと、私福を与えるって言うてるわけです、はい、旧約聖書でもね、はい、だから本当は私福を与えるやのに、なんか苦労を与えるみたいになってるわけですよね。でそういうふうに染まってしまって、もう人間も働かないといけない、なんかしないといけないみたいなね。でそのお金はどこに行ってるのか言ったら、まあ政府に行ってるのか、それとも政府からアメリカが持って帰ってるのか、だからサファリパークみたいな国やなみたいになってるわけです、今も日本が。そうそうそう、でもそういうこともみんな分かってきた、分かってきたらもうそんな無駄なことしなくなる。うんうん、でも為政者は困るわね、金要求あんねんけどね、ほんまは吸ったらしまいやから、うん、確かにね、だからもうそれも分かってきたでしょ、みんな。もともとは金で交換してたのが、それ以上の取引になってきて、うん、まあ、自国で発行権があるところはもう好きにまず擦れると、でインフレやって言われてるけど、そんなちょっと吸ったぐらいじゃもう全然ならないことも、そうそうそう、 MMT 論とかで、そう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 、だからもうそう考えると、もうみんな分かってきたでしょ、だんだん。でもなんか知らんけど、やっぱりこれまたコロナ終わったら働かんなとかなって、うん、なんかそう癖やね、もう、うん、もうもっと我々は神様に対するとか、もっと自然に対する畏敬の念を持った、そういう NPO 活動とか、そんなことをどんどんやっていけばレベルの高い国になりますよね。でそういうようなことを世の中に示していけば、きっと日本の人たちが世界の人たちの目の鱗を落とすことになるでしょう。都市伝説界隈とかでは、まあ、グレートリセットだとか、うん、ちょっと意味が本来の意味と違うらしいんですけど、まあ、金融自体がちょっと崩壊するっていう話だとか、まあ、今やったら僕たちみたいに村をしようっていう人たちが増えていたりとか、ちょっと違和感たっぷりの戦争がいっぱい起こってたりとか、やっぱちょっと極まってきてる感じなんですかね。だからもう同じことを繰り返してるんですよ、今言ったの真珠湾攻撃の時とか、そんなのも、はい、まあまあ大体やらせやったりとか、計画してやったこととか、うん、ハワイが取られたとかいうようなことも、ハワイを取らなかったら太平洋戦争に突入できない、だからハワイを取った、うん、もうそれ段階的にしっかりと分かっててやってきてることもたくさんあるんです、はい、そういうのを考えると、今の、イスラエルの戦争もなんか似てるよなと、真珠湾攻撃の時とね、なんかそういう仕組んでんのと違うのと、ウクライナ戦争とかも似たような気配、いやもうそらそら、在庫処理ですね、武器 もう半年ぐらい経ったら在庫やから、どっかで消費せなかった、うん、ね、なんかそれ利益相反ですよね、誰かに利益がある、うん、でもそれバレてきたら、これ利益になれへんようになってくるし、うん、そういうようなことももうみんなが分かってきたら、もうそれいらんやんと、それ無理やりそうを持っていこうとしてるのがかなり見えてきましたよね。無理やり持っててるよね、いろいろね、いろんな病気もちょっと流行ったじゃないですか、そうそうそう、と流れとかも違和感として感じてる人はいっぱい増えて、でも何かが分かんないし、そうそうそう、世の中って極端な陰謀論とかもあって、あるあるある、まあ、確かに一部合ってるけど嘘すぎるやろみたいな、うんうん、なんか一気に嘘くさくなるような話の流れとかもあるじゃないですか。あります、中ですごい情報の見極めがすごく難しくなってはいますけど、でも違和感あるでしょ、はい、おかしいよね、はい、でもここまで露骨にいろんなことおかしいことが起こったら、やっぱおかしいんですよ、うんうん、でそれで追ってるんですよ、人間の感覚を。これでおかしないと思ってたら、その人がおかしいですよ、うんうん、おかしいもん、
現役ね時代が、うん、したけれどもそれはずっと今まで続けてきたことがもうできない、崩壊する、そういうやり方はもう通用しないというところに来てんのも分かってきたでしょ、はい、僕らはだからみんなこう分かっていたでしょ、はい、あじゃあなんでそういうことになってんのかっていうのはそれは大化の感じじゃないけどその時からまあ同じようなことをこれ繰り返してるんですよと、うん、そういうようなことも知って自分の意思でそれをちゃんと見極めること、で今身近にある我々の生活というもの、日本にはまだ節句とか季節があるので旬のものを食せよとか、神社のその作法が何であるのかと、いらんものはなくなっていきます、うん、だけどいるものは残っているんです、うん、そこで私たちもう一度その日本の生活の原点に変えることができたら、そしたら世界の人たちにそれを伝えることができるでしょ、うん、まず日本の原点回帰から始まらないといけない、それが一番早くオセロがひっくり返ることですね。なるほど。そうだから歴史観もあのスパンを長く見て、そのシュメールなんて言うても何千年、まあ何千年言うてもね3000年瞬き言うてねえから、うん、瞬き2回したら6000年確かに。だそう考えたら古典の人たちはそのぐらいのスパンで我々の生活、地球、歴史、これを見てたんです、はい、だから本当に俯瞰して見れてる、そんなあの慌てない、うんね、100年なんてほんまにもうすぐや、いろいろとおかしいですもんね、うん、その世界最古の文明って言われてるシュメール文明がなぜか天文学めちゃくちゃ詳しくて、そうそうそう、でもなぜか天動説みたいになったりとか、うん、航海もすごかったわけですもんね、ポリネシアから、でもなんか途中の歴史から唐に行くのでもめちゃくちゃ大変やったみたいになったりとか、そうそうそう、なんか混乱しますよね、そうなんか技術が上がってんのか下がってんのかどういうことなんみたいな、そうそう、だからまあおそらく科学技術っていうのは人間にとって全てありがたいものではない、うんね、それがまあ災いしていることも今もたくさんありますね、だからその医療技術も上がってきたって言ってもそれが逆にものすごく弊害になっていることもある、うんね、CT スキャンとかそんなのもそうですよね、まあ、そういうものが上がってくればくるほどなんかがんになる率が増えるとか後で分かってくるから、うんうんうん、だから今新しい技術ができたからペッて飛びついたらそれ今まで5年ぐらいだったらあれはまずかったとかなったりね、うんうん、だから太古の会社もなくなったとか、うんまあ、後からなんか言われるわけでしょ、だからそう考えたらもうよじっくり見て取り組んで、で一体その本質はどこにあるのか、何なのか、人間の生活とはどういうことが一番重要なのか、ね、自然と共に生きる、自然に寄り添うんです。古典神道の中でずっと言われてきてるのは、はい、ものすごく簡単です。大自然には寄り添う、うん、水には馴染む、この2つです、うん、水には馴染む、水でしょう、みそぎする時でも柳のように馴染むんです。海にみそぎに入る時も海藻みたいになるんです。あ、うん、抗わない、バーンって当たってこうガーンっていったらバーン当たるでしょ、はい、だからそれは知ってんのとやれんのが違うな、もう海のみそぎの時はわかめみたいになってたいんです。それが馴染むいうことです。そしたらもういらない圧力も少ない、わかりますでしょ、うん、そういうのは日本人うまいので、その中道を取るのがうまい、もういろんな文化が帰ってきて、それ子供たちが作った文化ですね、仏教も日本流の仏教になってます。これだけの宗教、宗派というものは日本一番多いと思いますけども、これだけあって戦争しない、日本の中では。そうですね、仲良くやってますよみんな、うん、キリスト教もモルモン教も何教も全部ね、神戸なんかそんな町ですからやってますよね、うん、そんなんもうびっくりなんですよ向こうからしたら、ってイスラム教もそんなユダヤ教も全部おるからね、そんな全部一緒にグループでなんか平和活動やってるからね、だからそんな人たちと僕たちも一緒にやったりしてるんで、別に宗教宗派で揉める必要もないしね、だからもうそれが日本人の本来の特性であり、みんなをなじましてしまう、いわゆるヌエのような沼みたいなところで全部あるんですよ、全部吸収してるから、なんかこれどうやねんけど全部あるよなと。あ、だからキリスト教のね、映画でもやってましたけど、宣教師がこっちに来て向こうに手紙を返すに、どうも この国にはもともと私たちの教えがあったように思って返してるの。見たことありますね、沈黙という映画でやってますよね、はい、それはあったんですよ、ここから行ってんから、こっちの人柱と柱から西洋の木行ってるわけですよ、確かに。でキリストが帰ってきて墓があるとか言うてんのもね、森があるじゃないですか、杉林の森が、はい、イタリアの糸杉の森とか、クリスマスツリーでなってますけど、はい、全く同じものが、まあ、青森にもあるわけですよ。うん、なんなら海で帰ってきてこっちに帰ってきたら、ああこれが私たちの先祖たち の, 作った国だって分かるわけですよね、うん、だからまあそういう救世主と言われた人たちの伝記伝承っていうのは、ほんま怪談みたいなやつは容器あると思うけど、まあ、何代目のキリストかのは押し分けの狼の下キリストなんですよ、うんうんうん、ね、だずっとイエスって書いてあるんですよ、うんうん、でキリストという人がおったとしましょうね、はい、でつまり何代目のイエスなのいうことや、そういうことも、ね、そう考えたらもう歴代それは出てきているんだと、
まあ、為政者がそれちょっとまずいから粛清したりとかいうこともあったとしても、その教えはどんどん一般人には広がっていってますよね、うん、カトリックは大体世界の4分の1ぐらいと言ってるけども、もうそれだけでは平和にすることができないので、だから多宗教と仲良くしましょうって今の教皇が言い出した、うん、で僕も会ってきたからね。あ、そうですよね。そうそうそう、会ってた写真がなんかワインのラベルになってました。 あれはサンマリノのカテロ大使が 僕たちのためにわざわざそのラベルをパッケージして送ってくれた。うわ、すごい。だから本当にこれは世界平和というものを日本人が一番できるということを、まあ、カテロ大使も言ってましたね、サンマリノのね。あそこは2番目に古い国ですからね、1700年、そして聖サンマリノスがあそこに訪れたイタリアができる前ですね、1500年前に聖サンマリノスが到着したわけですね。その到着した場所が沖縄にあるあのガマと一緒で岩の洞窟なんですね。行ってきましたけどね、僕もそこにお札入れてきましたけど、まあ、そういうような歴史がずっとあって、海洋民族たちがたどり着いて文明を作っていったということはもう世界中同じです。いやね、ちょっとこの、まあ、今すごい時代の変わり目ということで、はい、旧暦の、まあ、2月4日が、はい、まあ、本当にまた新年じゃないですか。そうです、まあ、そこに向けてこういろいろね、僕らも動画を出してたんですけれども、はい、今のこの日本というか、まあ、日本に住む人たちに向けてのなんかこうメッセージみたいなものこれね、もう一番根本的に知っとかないといけないのは、はい、年明けは陰暦で言うとやっぱ節分なんですね、はい、西洋暦だったら正月、ハッピーニューイヤーなんですね、はい、でも我々は節分で年が変わるとした場合に、ここまでの最後の審判って、もうイスラエルの戦争に入ったところらへんでも最後の審判の予言の通りなんです。ヨハネの黙示録に載っている、うん、その通りになってるんです。それ早終わるかどこまでやるのかの話なんです。もうだから今真っ最中であり終わりに来てるんです。でその最後の審判というものの後の予言は西洋にはないです。これはアジア人の中にある、特に日本はその次の弥勒の世と言われている千年王国、約束された黄金の時代が来るって言ってるんです。それがあるところがそれをするせなあかんわけでしょ。西洋の歴史ではこの800年のね、イギリスの白人いっぱいあちこちに送ってという物質のパワーシフトの時代は終わったんですもん。でここをよう分かっとかないと、もう終わったんです。終わりに来てるんやと、終わったと思ったらいいんです。終わったんなら終わるから、だってそれ以上の予言ないんやから。でどこに次の時代の歴史の予言あるんですか。日本にあるんですよ。それはみんな弥勒の世、弥勒の世って言ってるけどね。弥勒の世ってのはどういう世の中なの。草木までも喜ぶ世の中って言ってるんです。へえ。だから自然と一体になって、それに寄り添ってみんなが循環して生きている、この草木までも微生物までもが一緒に喜び合える世の中が来るって、これすごいでしょ。確かに。今のなんかお金が言ってる人たちが考えられへんと思うんですよ。こっついプールのあるような家に住みたいとかも誰が掃除すんねんいう話でしょ。それいるんかっていう話なんですよ、うん、だからそういう無駄とか村とかいうものじゃなくて、大自然に寄り添って、そして自然と共に生きて、そして我々の次の時代を作る、そのための使命を受けた人たちが日本人とするならば、次の千年王国をどうやって開くかは我々のミッションでしょうね。それは忘れてんねんやろういう話ですよ。僕は覚えてるから、だから古典神道の次を継いだわけやけれども、ここ見てる人は忘れたんでしょって言いたいわけ。思い出したら、ね、知らんとは言わさんという僕は言うてるわけよ。なんでこの日本に生まれてきたんか、なんで日本に生まれ変わってきたのか、よく思い出してみたら、自分で使命をかけて生まれてきたはずなんです、うんうん、湧いてきたみたいな、そんなんないんです。ちゃんとそれがあって、名前も付けてもらって役割があって生まれてきてるけど、日本人が何をすべきなのかって、せっかくこうやっていろんな人も言ってるわけやし、でもう黙示録終わったわけやし、それ以上の歴史はないんですもん。誰が次の歴史あるんですかと、我々でしょ。なるほど。あるんやから、先祖伝来から受け継いでることが次の千年王国を作る我々の役割なんです。ほう。なんかそこが思い出したらいいだけのことでしょ、うんうん、それは僕はなんかとんでもないこと言っておるとか言うてね、うん、いやとんでもなくないんですよ。みんなそれもう知ってるやろって言いたいわけで、僕は、うん、なんでそれ知りひんのという。思い出すっていうのは思い出せるもんなんですか。毛穴で聞けって僕いつも言うねんけど、毛穴で、そうそうそう、耳2つしかないけど、毛穴もっと 何万、はい、10万かなんかあるでしょ、うん、はい、人間ってね、そうかと思ったら鳥肌立つでしょ。確かに。考える前に鳥肌立つでしょ、はい、これは覚えてるからです。なるほど。体で感じる。何も分かれへんやつは何も感じへんねやから、もう聞きながら感じる。僕らの話でもこうやって鳥肌立ってる人おると思うよ、はい、だからもう毛穴で聞けって僕いつも言うんですよ。それは意識で、これはなとか、それでは余計分かれへんなる。うわ、鳥肌立ったというの、うん、これがほんまですよ。特に女性多いんちゃうかな、これ。確かに。僕らの動画でも、うん、よく分からんかったけど涙が出たとか、面白かったとか、楽しかったとか、それ覚えてるんですよ。それ覚えてる。感覚っすよね。そう。はあ。
だから意識じゃない、今の勉強は全部その頭脳と意識でね、暗記でしょ。でも暗記してたかってできへんかって意味ないね。そう教育でしたもんね。そういう教育なんです。なんで書いたら、言い方悪かってまた怒られるからやけど、要するに併合した、うん、もうみんなを統率する制度なんです、うん、働いてもらいたい、うん、そうしてくれた方がもううまいこと税金上がってくるし、確かに。でその後ろにまたバックヤードがおって、うまいことそれ持って帰れるよね。だからここは代わりバークですからって言うわけよ。誰が餌入れてるんですかみたいな話だね。今の日本自体がほとんどの方が多分こう意識ないとは思うんですけど、明治維新もっと前ぐらいからこうずっとこうなっていった歴史っていうのはありますもんね。あるある。だからそこのことはほんまもっとね言わなあかんんですよ。フランス軍があの幕府についてで、新政府もイギリスがついて、これ兄弟やろとロシア領で言うたら、うん、ほんならまあどっち勝ったってどっちでどっちだって儲かるわけでしょ、うん、だからもうそれはもう江戸期からもう始まったの決まってたんやろと、はい、でじわ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 もうこういう制度にしていって、でまあ大東亜戦争で完全に叩いていくという、まあそれは100年の経緯ぐらいのことを考えてますよね、うん、それで今まあそういう状況やけど、今これからまたアメリカも3分4分してみたいなことになってきて、まあ皆さんもよくご存知だと思うから、まあ自分で調べられたらいいと思うんですけど、だからもう日本もそろそろ自分で独立してもらえちゃうと、自分でやっていいなと、草刈りパークやめようやと。今もちょっとニュースではあれですけど、まあアメリカの銀行がいろいろ倒産してたりとかね、日本銀行の上場が廃止になったとか話があったりとか、もう出てないのがおかしいぐらいのことが実は起こってますもんね。そうそうそう、日本にはあまり伝えない、まあそういうのこともあるんやけど、自分で調べれるから、うんうんうん、ね、であの英語で出てるやつも通訳のやつ押したらすぐ日本語になるから、あらかた分かるから、全部年寄りでもね。だからそう考えるともう自分で調べれるし、時代的にやっと情報を得れるわけでしょ。だからもうその諸外国のところから変わってきてるから、日本も変わらないといけない、変わらざるを得ない。ただこっちから率先してそれを言うと、なんかいろいろとアクシデントが起こる起こっとるけど今までみたいね、大変でしょ。総理大臣もあのね、あんなことになるしね、時代で言うたらあの桜田門外の変みたいな、あれ映画で見たら同じようなことが起こっとるわけでしょ今。何も変わってない。でそろそろ変わらないと、これずっとこういう風にやってて邪魔者は消すみたいなね、まあそれね、アンタッチャブルな話やから、うん、だからもうそういうようなことはもうやめないといけない、ね、またそういう欲望もずっとそういうことにもなる。だからそこを中和中道を取っていきながら、草木までも喜ぶ、微生物までも喜ぶような大自然に寄り添い、水には馴染むという生活が、この日本の古神道はそれを教えてるわけやから。なるほど。だからそこを、まあ、今の生活に当てはめていけばいいんでしょ。まあ、畑もそうやるし、はい、こんな草もいっぱい生えてるから、うん、食料危機になるなる言うたって、なんか食べるもん容器あるでしょ。ね、そういうのを一つずつね、あの古典神道ではねずっとやってるんです。節句の時とかおはぎとかぼた餅とかね、で良薬は口に和菓子って言うていやいや、だって苦いよもぎなんかどうやって子供に食べさせるの。もうところが絶対草餅はよもぎなんですよ。確かに。なんころ餅だったらそれ食べるんですよ、ちっちゃい子が食べたでしょ、はい、ものすごく薬ですよ。うわ、なんかもう一食同変なっとるんですよ。本来の形はそうやったんですね。 それ生活なんです。節句の時にはあの団子も出てくる。なんで春はあのボタン餅で秋はおはぎやのって入ってるもんがちゃうからですよ。アンコロ餅は今一緒やけどね、全部薬になってると。そうそう、薬なんですよ、入っとるんですよ。もうだから療薬は口に和菓子って言ってる。なるほど。それはあのお菓子業界の会長が書いとったけどね。もうそういうのがあるんやね。あれを冗談で言ってるのかなと思うと、和菓子食べてたら薬なんですよ。ちゃんとね。でもなんでか分かんなかったけど、そういうことをちゃんと思い出していかないといけないってことですね。そうそう、思い出さなあかんし、実践せないといけない。だから僕は言ったらいろんな例を受けやすい、繁華街行ったらしんどなるという女性とか子供多いでしょ、はい、帰ってきたら熱いお茶を玄関に出して、ここでお借りくださいって言うたら帰ってくれるからって言うたでしょ。それで楽になった人いっぱいおるんですよ。そんな迷信みたいなやつ一回やってみたらいいんです。うちの所有者みんなやってますから、うん、でそれを僕は YouTube で言うてるから、それ見たらいい。あ、ちょっとこれリンク概要欄に貼っておきます。それやったらいいんです。やり方だからそれ知ってるわけじゃなくて、やったらいいんです、楽になるから、うんうん、なんかうちはもういつもなんか帰ってきたら子供しんどなんねんみたいなとか、だから最後に帰ってきた人が熱いお茶出したりポットかなんかにあの入れといて、これ山陰の教えみたいな。いやいや、山陰だけじゃなくて、これ空海が、空海がお茶湯っていうのをやったんです。でお茶も梅沙王っていうのがお茶っていうのを持っていくんです。まあ後の千利休とか言いますけど、あれ薬ですからね。今でも言ってるでしょ、ウイルスに対してコロナとかのお茶、緑茶が、緑茶だけじゃないですよ、ほうじ茶も全部お茶は薬です。でそれがあのお茶の作法になっていくんでね。なるほど。だからそもそもはお茶っていうのは薬として入ってくるんです。だからそういうのもちゃんと伝えていっていって、今現実効く言うてんねやから。でも薬事法で効く言うとあかんのですよ。なんであかんか分かる？分かんないです。薬売れへんから。うわー、なるほどね。カッコン糖効くんですよ。
き始め、カッコン糖効くねん、カッコン糖は効くねんって言うたら、もう他の風邪薬売れへん。確かに。でまあ、そういうこともひっくるめて、ね、やっぱり何か矛盾があるんです。人間の体っていうのは神様からもらったものやから、ものすごく不思議な発動をするんです。でそれと自然のものと馴染んでいってる。秋にはクズが一番いい季節になって、クズ湯とか飲むとものすごい栄養があって、風邪ひきの時はクズが効く。このクズで作ってるのがカッコン糖やから。なるほど。秋の七草の中の筆頭にクズが入ってくるんです。ハギも生えるんです、秋に。ほなおはぎの中にそれ入っとるんですよ。なるほど。今は入れてるんです。でその季節はおはぎなんです。春はボタン餅なんです。ボタン餅なんです。でそれなんでやねんって言うと、その中に入っとるの、消し の粉かけだったりするでしょ、団子に和菓子は、うんうん、あれ全部薬。うわー、大国人の少なび粉が日本回ってこう薬の作り方を教えてたっていうのは、う世界回って、世界回ってたんです。本当は日本からニーとかね、ニーというのはタンですよ、ジンタンのタン。薬はみんな満金タン、半言タン、タンって言うんです。でそれでジンタンという持って歩ける薬を作ったんです。ジンタンです。このタンっていうのはニーなんです。ね、ニーというのは川の時に赤く下に溜まる、ね、これは水銀です、天然の。でこれ防腐剤なんです。朱塗りのことを煮塗りっていうので、そもそもは赤く塗ってるのはあれニーというちょっとベンガラみたいな茶色の粉なんです。あれ塗っとくと木が腐りにくい。これ促進浄化する時もあれ、ニーの水を飲んだやったらミイラになるんです。腐れへんのです。だから促進浄化の時はニーの水、だからニウ川上というところがあって、ニウ川上神社というのがあるんです。ニーが取れるんです。なるほど。若返りの水と言われてるんです。これ薬なんです。それをこして赤い粉を取ったりして、それ薬なんです。あら、なるほど。だから世界中それは絶対交易で行ってたって僕が言ってる。はあ。もう一番古い重要な薬はニーとかね、ものすごく強いお酒ね。ブとか入ってますもんね。うん、だからそういう全部昔は薬として使われたんですね。でそれらがやっぱり科学的に変化していったりとか、まあ儲けのためにとかなって、やっぱり良くなくなっていったけど、節句の時にずっとやってるのは、餅を食べるのももこれ栄養素があってね、餅も。だからその餅と薬草を混ぜたりするっていうのが、まあ和菓子でしょ。だからもう正月は正月で餅やし、ね、その時何を入れるのかって言ったら、まあ、よもぎ一緒に入れたりとか、きな粉とか、ああいうのも全部薬なんです。だそういうことをずっと節句のごとにやってる。で秋には秋の七草の、春は春の七草というのがあるんです。でそういうのを古典神道で教えてるわけです。要するにそれを生活にしてたんですよね。なるほど。でそれを戻せばいいんです。未だにも風邪の時とかも、今流行る病がどうのこうの言うてる時も、究極的には納豆と大根おろしとやね、海藻とやね、海苔でしょ、味噌汁や、味噌汁ね、これは原発の時から言うてる、こんな普通に朝食べてるんですよ日本人は。それは、ね、いやパンうまいわ、パンもたまに食べたらええけどね、朝味噌汁と納豆って、ね、そのぐらいやっぱ別に普通に食べたらいいじゃないですか。それが一番デトックスになるんでね。だからそういうところを戻していくというね。松の葉も言ったでしょ、食べたでしょ。今松の葉をミキサーでやって、ほんでから水に入れて飲んでる女性多いですよ、ね。でこれはもともと正月の時に松竹梅って言うて、何やねん松竹梅って言うて、寿司のなんか種類みたいに思ってるかもしれない。松竹梅を庭に植えなさいって言うて、ね、で門松というのもそういうことなんです。その伝承なんです、ね。はあ、一番最初の宮廷では小松力って言うて、若いこの芽の出た松を引っ張ってくるんですよ、子供に。それを宮廷に植えるんです。で松竹梅が庭にあると、それは全部薬なんです。もう重要な薬で、その伝承から来てるんですよ。今縁起物だけになってしまってるでしょ、酒の名前とか ね確かなんかそうじゃないんです。でそういうのが生活様式であり、古典神道の本来の実践の生活なんです。難しいわけじゃないから、やったらいい。だから使えてないものはあかんのです、ね。何もでも読み上げられるでしょすぐに。でそういうことをどんどん多くの人たちが分かっていけば、生活感が変わってくる、当然健康にもなる、不安感もなくなってくる、ね、家にいろんなものが植わってる、別に植木鉢で育てても育つから、食料危機で死ぬってみんな言うけどね、作ったらええんでしょ、コンポートで何もでもできる、でキューバもそうやってしのいできたんだ。あ、そうです。だからまあそういうふうに考えると、もぎとかわざわざスーパーに買いに行かんでもね、そこに納豆んやから、確かにね、毒ダミなんか家の周りいっぱい入んないから、うちなんか、でそれ積んどいて毒ダミ茶にするんですよ、はいはい。今毒ダミ茶買うたら高い、そうです、ね、庭で積んだら臭いけど乾かしといたら、他のお茶入れるときにその毒ダミの葉っぱのね一緒に入れる、ほんならまあまあ別にまずくなく飲める、そういう利尿作用が良くなる、はいはいはい。
ゃあデトックスになる。そうなんです。なるほど、ね、まあそういうことも全部古典神道の生活様式なんですよということで、うわ、馴染みやすいと思います。めちゃくちゃ大事ですねこれは。いやこれかなり重要なお話ありがとうございます。本当にいやでも僕たちも今回ね皆さんと一緒にこう本当にこうなんていうんですかね、貴重なというか密事にご参考ご同行させていただきまして、はい、めちゃめちゃ勉強になりましたので、実践もやりましたね、はい、やりましたね、素晴らしい。今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でまたねこう皆さんにもこうねシェアさせていただけたりとかできる部分はしていきたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ今後とも楽しみにしていてください。はい。はい、そして山陰に伝わるすごいこう貴重な歴史も気になった方いると思うので、はい、あの本がね最近出たということで、はいはい、そちらのリンクも。概要欄に貼っておりますし、あのお茶糖のやり方も ね、あのリンクに貼っておりますので、はい、ぜひチェックしてください。そして、はい、かなりこう、ね、僕らのしてもね、かなりすごい衝撃のメッセージ満載やったので、ガツンと来た人はぜひ、ね、コメントで感想いただけたら嬉しいでございます。はい、よろしくお願いしま す。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はこの辺でございます。はい、またね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。いやさか。いやさか。